赤丸がマンキエ・エクレオ諸島の大まかな位置。マンキエとエクレオの地図。マンキエ・エクレオ事件は、イギリスのチャンネル諸島と、フランス海岸との間にあるマンキエ・エクレオ諸島の領有権をめぐって、イギリスとフランスが争った国際紛争である。19世紀末以来英仏間で貴族が争われていたが、1950年に裁判によって解決することで合意し、 1951年に両国は国際司法裁判所に訴えを提起した。ICJ は両国の提出した証拠を検討した結果、イギリスの実行的占有による権限の主張を認め、マンキーエクレオ諸島がイギリスに帰属する旨の判決を下した。マンキーエとエクレオはイギリス領ジャージー島とフランス本土との間にある小島軍である。 イギリスとフランスはこのマンキエ・エクレオ諸島の領有をめぐって19世紀末以来争ってきた。そこで両国は1950年12月29日、マンキエ・エクレオ島の領有権をめぐる紛争を裁判によって解決することについて特別合意協定を締結し、1951年12月5日に ICJ に訴えを提起した。 両国の合意によると ICJ への請求の内容は、満期エクレオの当初と願書が領有の対象になり得る限りにおいて、それらに対する主権は、両国のいずれに帰属するか、であった。英仏両国はいずれも、古来のないしは、原初的権限、または、実行的占有による権限に基づく、領有権を主張した。両国の主張は、以下の通り、 イギリス・フランス1953年11月17日、ICJ は判決を下した。その用紙は以下の通り。決定的期日、またはクリティカル、デートとは、紛争発生後に自国の立場を有利にするために意図して作り出された事実を証拠として排除し、紛争がどの段階で成熟したかを決定する基準として、国際裁判で用いられる。 特に領域紛争において問題とされることが多い。国際裁判所により決定的記述が定められると、決定的記述よりも以前に存在した事実、行為に限って証拠力が認められ、特殊な事情がない限り決定的記述以降に、当事国が自国の立場を有利にするために行った行為の証拠力が否定されることとなる。このマンキエクレオ事件では、 こうした決定的期日が定められたか否かについて、学説上の争いがある。決定的期日が定められなかったとする立場では、満期エクレオ事件においては紛争発生以前から、徐々に国家活動が展開され、紛争発生後も中断することなく、継続しているという特殊事情に鑑み、条件付きながら、決定的期日以降の行為についても考慮するという、 立場を取ったとして ICJ は決定的記述の選定に意義を認めなかったと解する。これに対して決定的記述が設定されたとする立場ではフランスが主権を主張し紛争が発生するまで国家活動は全身的に展開されてきたという特殊事情から紛争発生以後の行為であっても当事国の法的立場を改善する意図でなされた装置で ない限り考慮するとしたのであり、紛争発生時である1886年と1888年を決定的期日として設定したと解する。ありがとうございます。